じゃあ第2弾ということで、はい、今回も引き続き渡辺拓也選手に話を聞きたいと思います。で今回は、はい、どうやってチーム探しをして、はい、契約に至ったのか、契約までのその流れをちょっと聞きたいなと思います。最初からがいいですかね。まあ、最初からはい、はいカンボジアに行くに至ったのは、当時所属していた HBO 東京という社会人クラブがありまして、そこから、まあ、エージェントというか海外にコネクションがある人物をクラブが、持っていて、で彼の紹介でカンボジアにトライをするということになりました。じゃあもうそこが、はい、カンボジアのチームとコネクションがあったから、はい、カンボジアにどこのポジションを探してるチームがあって、特定のクラブというよりは、その当時やっぱりメインはタイだったと思うんですよ。でその近隣のカンボジアっていうのが今入り込みやすいんじゃないかっていう情報で、カンボジアに行きました。もともとポジションは、僕もともとポジションはセンターバック、あとはフォワード。え、センターバックなの？センターバックがあります。あ、そう。で僕小学校はフォワードでした、ずっと、ずっとフォワードでやって、でそこからサイドハーフ、サイドバック、センターバックで流れていました。あ、そうなんだ、はい、じゃあでカンボジアに行った時は、はい、どのポジションでどの子のとかじゃなく、はい、とりあえず行ってっていう感じで。そうですね。で最初は僕もセンターバックで行ったんですけど、やっぱり点取ってなんぼだなっていうのは海外に行ってから思うところがあって、トライアルでも数字目で見て分かる結果ね、はい、で結局このポジションできるかって言われることが多かったのがやっぱりオフェンシブのポジションだったんで、まあ、そう言われたらできるよと言うしかないかなというか。そうだね、はい、いやそれでもしいいんだったら入っちゃえばこっちの方がね、はい。で、そのポジションで受けた。結局受けたポジションは、オフェンシブですね。オフェンシブ。オフェンシブです。はい。でそれはスタートは練習参加だった。練習参加です。練習参加。はい。でまあ練習試合もこなしながら、こなしながら決まっていくっていう、はい。そうですね。感じた。はい。それは俺も一緒はね。俺もだから最初に、まあ。前回話にちょっとしたけど、まあ、知り合いの選手からいいよって誘われて、あ、じゃあ誰か知ってる人紹介してって言ってつなげてもらって、そのコーディネーター、こっちのね、こっちで働くコーディネーターの人にもつないでもらって、でその人がやっぱりタイのチームとコネクションをいくつか持ってて、で俺はサイドバックやってるっていう情報ももちろん投げてたから、あ、このチームがサイドバック探してるよっていうことで、いついつ来てくださいって言われて、でその日に合わせて行った。で俺はで現地はこっちに着いたのがもう夜中だったの、はい、で次の日に練習参加ってなってて、着いた矢先にその話はなくなっちゃったわけ。そのチームが内部分裂して、はい、あ、チームがそうで、ちょっと今チーム活動できてないから、でも大丈夫、心配しないでって言われて、このチームあるからって、そう、心配しないでって言われて、でもう1チームあるからって言われて行ったんだよね。で結局そこ、まあ、練習参加からスタートして、やっぱり練習試合やって、最終的にはそのチームに決まったんだけど、俺もだから同じような流れだね。いや、僕最初カンボジア行った時は衝撃でしたよ。何が？いや、想像してるのはやっぱプロっていうのを想像してきてるじゃないですか。そのプロっていうのは要は日本のイメージ、ね、いや、もう J リーグのプロを想像して、そうだね、まあ、日本のイメージだね。それは違うっていうのは分かってても、うん、その衝撃が強すぎて、最初行ったチームなんて練習場
歩いてたりとか、うん、うんこだうんこ除去か、そうっす、牛の除去とうんこ除去砂ぼこりだらけの道を通って、うん、で携帯も当時なんか Wi-Fi とかで連絡してたんで、うん、連絡つかないじゃんって待ってたらなんか牛に Wi-Fi が通ってたりとかいや、なんか 牛にフリー Wi-Fi って書いてあって、うん、接続したら牛についてた電波取られてカンボジアだから荷物を運ぶ牛だと思うんですけど、うん、そいつに Wi-Fi、フリー Wi-Fi 1回だったんで、そこ一緒についてたら電波入ってた。本当に？本当に。すごいね。冗談みたいな話じゃないですか。まあ俺はそれはなかったな。で、さすがにそれはちょっと、うわーと思っちゃいましたけど、まあでもサッカー始まったら楽しかったって。結局そのチームに決まったの？結局そのチームに、最終的にそのチームに決まったんですけど、要はその決まったチームの監督が、その最初のチームに担当だったんですよ。で、最終的にその監督がその契約したチームに移って、あ、なるほどね、最初のインパクト良かったから今どこにいたっていう、でもそこまでは結構1ヶ月間ぐらいうろちょろというか、どうしようどうしよう、あんまじゃあ満足に練習参加できたチームもなかった。練習参加は、できてはいたんですけど、それがじゃあ契約に直結するかって言ったら、やっぱり時期とかいうものもあったし、ね、ただじゃあギリギリそういう加熱する時期に行っても、もしかしたらもう契約してる選手もいるかもしれないし、まあ、早く行くことはいいと思うんですけど、そうだよね、なかなか難しいんで、ウィンドウが、はい、そう開く前に行っとくのか、はい、開いてから行くのか、はい、終盤に行くのか、はい、みたいなね、で特にそういうタイミングはあるよね。その時はまあもちろん海外では経歴もないし、早めに行って知ってもらうっていうのがいいのかなって思ってますし、結局じゃあそれが良かったから契約できたっていうのはあると思うんですよ。最終的に呼んでくれたのも最初のチームの監督が今どこにいるんだっていう話からね。なるほどね。俺はもう1チームしかさ結局受けないでさ、そのまま入ってるから、でしかもそこも最初3日間練習参加して、4日目になんか対外試合だったの、ベトナムのチームが来てて、はい、でいきなり国際大会、国際試合みたいなやって、はい、人生初のやって、でそこでもう OK 出たんだよね。そう OK 出て、ただ俺はなんか欲張りだからもっと給料上げてほしかったから、はい、いやまだケアしないですよ、俺もっとできるから、はい、そう見てくれって言って、結局やっぱり1ヶ月間ぐらいかな練習参加して、そうで、その、まあまあ、最後サインした日もなんかあの4チームとか6チームぐらい集まって、なんかちっちゃい大会とかプレシーズンの時にやったりするんだけど、でそこに出てて、まあ、招待試合みたいなもんだよね。でそこで点取ってでそれで決まったみたいな。でやっぱ条件も良くなったし、多少上がったし、オプションもなんかちょっとついたりとかして、そういう意味ではそのチーム側も興味持ってちゃんと見てくれてたし、俺もそれに対してちゃんと答えれたから、まあいい結果につながったけど、まあ今考えたら恐ろしいことやったよね。そうっすね、今サインしねとか、すげえなと思います